おはようございます。昨日12時間運転して、どこだ、静岡から伊勢島、伊勢まで来ました。で、今日も伊勢から大阪の方に移動するんですが、その前に伊勢神宮お参りしてから、大阪の方に行きたいと思います。伊勢神宮の参拝終わりました。もう松坂牛の握りだって。2貫いくらだと思う？いくら？え？ 2 貫で1400円。死んじゃう、僕ら死んじゃう。何？あ、伊勢うどんか。あ、そうだね、伊勢うどん食べたい。あ、俺どこで食ったんだっけ、6年前。あ、うまそう。まずぐるっと回るか。はい、ぐるっとお店で買いました。猫ちゃん、はい、招き猫、右手の人、人が左手、うん、失敗するって、はい、何事も消極的な方がいい結果をもたらすっていう。そうなの、金運悪くないでしょ、堅実さが求められる。乱暴急には叶いません、気長に努力してください。はい、念願だった。食べたことない。俺は食べたことあるから。混ぜて。美味しそう。私好きな気が。食べな。はい。腰はないらしいからね。うん。腰ないんでしょ。髪の毛。しない。好き、これ。うまい。じゃあいただきます。どうですか？うん、美味しいね。好きじゃない？いや、嫌いじゃないよ。そうそう、味が濃い。美味しい。うん、松坂牛 100%。 伊勢牛って書いてた。伊勢牛、伊勢牛 100%。 豚は入ってない。うん、豚を捨てるで豚舎が。まあこれ老舗っていうか昔からあるんで、伊勢では有名なんだ。コロッケこっちもだから美味しい。うまっ。味しっかりしてるよね。負けるかなと思ったけど、結構負けずに。そうだよね、牛が。うまし。行こう。そうだね。あ、でもほら、タクシー500円のもあるから。ああ。でもあれ、動物だから松坂じゃねえんだろう。あれじゃん、750円。うん、ただ松坂牛じゃねえ。松坂牛って書いてる。え、そう。ほら、ステーキ牛って書いてるよ。
った。これここで食べる。やばい、泣きたくなっちゃう。750円の松坂牛のステーキ串。やばい、泣いちゃいそうだ俺。ドーン。もらった瞬間、え、細っと思った。あ、でも美味しい、うん、柔らかい、うん、食べてください。おかげ横丁のところのタコ棒。タコ棒いただきます。太い、私好き。うんうんうん、うまいね。うん、あ、これ好きね。美味しいよね。うん、美味しいです。牛串は美味しかったでしょ。美味しかったけど、750円でこの量かって思っちゃったな。そうか、これ買う？うん、なんか見本見えて欲しいよ。うん、うまい。まあ、まあ観光地の値段っていう感じだね。うん、そうね。はい、はい、伊勢神宮から今はお風呂の方にちょっと入ってきて、で今大阪に向かってます、はい、下道で今日の宿泊地である大阪にある道の駅、道の駅に向かって下道で、下道で、下道で4時間、3時間、3時間かけて行きます。行きます。伊勢神宮どうだった？あ、よかった。良かったとしか言えないかな。まあね、なんかやっぱりこうね、聖なる、そう、神聖な場所みたいなね、ところで。俺は6年ぶりの参拝だった。そうだね、ライブはね。うん、すごいね。明石海峡。どうですか？すごいね。すごいね。四国入りです。いやー、すごい。有明海。あれなのかな？一般道で抜けれるのかな、淡路島から。けど、これでは行けると思う。
ということで、徳島県に入りました。イエーイ。イエーイ。入ったよ。初四国。うん、初四国。初四国。さあ、何する？まあ、明日、明後日は土日だから、ちょっと動かないで。ゆっくりしよう。うん。ここら辺ちょっと、移動ばっかりで。大変だったからね。まあ、そろそろ電源もあれだからアルミバッグかな、ね、日曜日。でもまあ持つっちゃ持つのかな、もしかしたら。でも移動でこっち充電できてたからエコフローの方ね、どうしようね。まあこれより考えましょう。はい、はい、ということで初徳島、初四国上陸でございます。長かったね。長いね。いや、高速使えばすぐなんだろうけどな。およそ 400m 先、斜め右方向です。ゆっくり楽しみましょう。はい、はい。